どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回は、無課金の方、美課金の方向けのシリーズとなっております。本日はですね、新しく1月の1日より実装になりました新パックにて登場した超獣武者、メイン1周以内で組めるように組んできました。結構まあそこそこポテンシャルはありますね。プラチナ、6くらいかな、6から、10勝くらいでレジェンド上がれたんで、まあ、そこそこポテンシャルは高いかなと思いますね。はい、まあものすごい環境デッキが多いので、環境デッキ、ゴリゴリの環境デッキに、まあ、その勝率が出るかって言われると、まあちょっとそこは難しいのかもしれないけれども、まあ結構楽しいし強いデッキになってるかなと、思います。超獣武者、超獣武者ですね。超獣武者メイン1周で決めます。これが大事。運が良ければね、多分ね6000とか5、6000ジェムぐらいで組めると思う、多分。うん、まあメイン1周するのに多分9000ジェムぐらいいるんですけども、多分ね5、6000とかで運が良ければ組めると思いますね。運が良ければっていうのは何かっていうと、このまあ第8が強いんですよね。第8をまず引くっていうことと、あと SR のこの岩投資と、どこが仲裁、仲裁、これをね、揃える必要がまあ一応あるんですよね。なので、まあ、この辺のカードが早めに出てくれればもっと早く組めると思います、多分。はい、でそれ以外はね、ちなみにスクラップリサイクラー以外は全部メインボックスのカードなんですよ。これすごいでしょ。スクラップリサイクラー以外は全部メインボックスのカードになってまして、で UR が1枚と SR2 枚、ずつ、それ以外は全て R と N っていうね。でちなみにエクストラデッキも全部 R と N っていう、めちゃくちゃ組みやすい。ちなみにエクストラデッキもメインボックスの中のあのカードなんで、すごく始めやすいデッキになってるかなと。でね、スクラップリサイクラーがの入手方法ね、入手方法が一応エスパーロバーのデュエル報酬にはなってるんですよ。ただこれやっぱ始めたての方はちょっと周回するのが若干めんどくさいっていう話があると思うんですよね。そこで、今現状ですね、この選べるプレゼントキャンペーンというのがやってるんですね。どこだ、選べるプレゼントキャンペーン、これね、選べるプレゼントキャンペーンのこの SR チケット、この SR チケットに実はですね、スクラップリサイクラーがあります。ここね、まずこれがある、これが1枚あると。で、さらにですね、まあここで使っちゃうのがどうなのかっていう話もあるんだけれども、このスペシャルギフトキャンペーンのこの SR にも確かありました。ね、本当にいろいろあるんだよね、スクラップリサイクラーって。結局そのロバの報酬なんで、あとこの初めてのデュエルコラムっていうね、このチケットの中にも確かありましたね。これにもあります、リサイクラーが。ほらね、ここにもあるんですよ。だからリサイクラーをゲットする方法は結構いっぱいあって、まあ、周回するのが一番なんかその節約になるんでいいと思うんですけど、まあ、ちょっとめんどくさいっていう方もねいらっしゃると思うんでね、まあ、そういう場合は SR チケット使っていただいてもまあいいのかなと。楽しむ分にはね、リンクス始めたての方でデッキ即座に何か組んでやっぱランク戦とかやってみたいっていう方にはいいデッキになってるかなと思います。はい、非常にね。で、まあ、メインギミックというか、まあ、その回し方というかね、これは昨日の動画で結構説明してるんで、よかったら見ていただければと思うんですけども、一応これがエンジンではあるんですよ。エンジンではあるんだけれども、別になくてもいけます。なくてもいける、全然ね、なくてもいける。なんでかっていうと、やっぱね、そのグローブが結構強いっていうことと、こいつが結構耐久できるっていうことと、割とグローブの効果を発動できると結構このチューナーとか持ってきやすいし、シンクロがしやすいという話があるんですよ。まあ、忍び足がめっちゃ強いんだけどね、この忍び足が立てやすいというのがありますんで、これね、もうそこそこ楽しめると思いますね。無課金とか美課金の方でも全然そこそこ強いデッキになってると思います。はい、だから魔導陣、黒の魔導陣を追ってるついでに組めるデッキになってますね。非常にいいデッキになってると思います。でスキルなんでもいいです、スキルなんでもいいです。もうスキル、なんかそのスキル掘りのついでにこのデッキ使うっていうのもありだと思う、全然。ランク戦でね、何スキル掘りたいキャラクター使うの結構いいんですよ。スキル掘りやすくなるんですよ。ランク戦でスキルって結構落ちやすいんで、だからスキル掘りたいキャラクターでこのデッキ使っていただければいいかなと思います。早速ね、デュエルの方ご覧いただきましょう。デュエルスタンバイ。さあ、なるべくちょっと解説チックに行きたいなと思うんですが、さあ、闇ゆうくんよろしくお願いします。デュエル3倍。ここはですね、影防止を召喚しましょう。で、
ホラがいいを特殊召喚していく。でホラがいいはあの特殊召喚に成功すると超獣武者しか出せないよっていう制約があります。でねホラがいいがね、そのね毎ターン毎ターンその魔法トラップがあの墓地にないと特殊召喚できるんですよ、何回でも。でこれめっちゃ強いんですよね、非常に。でこの超獣剣聖武蔵は墓地の機械族を回収できるよっていうことを持ってるんで、これで、チューナー、今使ったチューナーのホラガイを回収すると。で、もう一回特殊召喚しましょう。で5と2でシンクロしていきます。忍び足よね、この忍び足がめっちゃ強いんですわ。これあの守備力を半分にして、元々の守備を半分にするとダイレクトアタックできるよっていう効果と、あと効果で破壊されると、次のターンのスタンバイフェーズに墓地から蘇りますよっていう効果を持ってるんですよ。だから効果破壊耐性が実質あるよみたいな感じで、ここでいきなりもう一回そのホラガイを特殊召喚するとレベル9のシンクロまでつながります一応。まあレベル9はあんまり出すことないんですよね、あんまり。はい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 、 OK です。チョコマちゃんガール OK、 チョコマちゃんガールで、1枚捨てでワンドブですね。 OK 了解。ハーフお強いね、強いじゃん。またしたらマハード、危ねえ。闇属性じゃなくてことは忍びアシーさんとかね、全員これ地属性なんで闇属性メタは全然効きません。グレートウォール、オッケー。グレートウォール、なるほど。グローブ、あ、これ勝ちかな、これ。これ勝ったわ、これ。これ勝ったくさい。これ勝ったくさいわ。ここで牽制いくんですよ。牽制するじゃないですか。で、牽制するんですよね。で、グローブの効果でフィールドから墓地に送られると、デッキトップ5枚を見て順番を入れ替えます。これがね、結構強いんですよね。で、グローブは相手が直接攻撃をしてきたときに墓地から除外すると、そいつの攻撃力をゼロにしてワンドローして超獣武者を引いてくるっていう、そういう効果なんでね。でグローブ効果発動しますよね。でこれでデッキトップを見るんですよ。で要はこの2体がやられても耐久できますよってことです、つまり。で次のデッキトップでまた即座に引きつつ、またシンクロができるようにしとけばいいんですよ。まあこんな感じでいいんじゃないかな。で、はい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 、でこうしてでですね、ホラがいい特殊がしますよね。でもう一回同じことするんですよ。で弱点はね、カナディアとか底なしですかね。カナディアは一応影防止で無効にできるんですけど、底なしが辛いかな。底なし落とし合いのがかなり辛い感じですかね。はい。で、レベル7進級をして忍び足2体目。もうね、あのね、モンスター無視します。シカトします。モンスターシカト。もう相手のね、効果とかね、知らないですよ。よくわかんないから、よくわかんなかったらもう投げればいいんですよ。両方とも効果発動して、今、ダイレクトアタックができるようになりました。2体とも。仕方します。対戦ありがとうございました。どうですか、簡単でしょ。相手の効果とかね、死んなくてもいいっす。もうダイレクトかましまくりましょう。いやー、いい感じのね、陰キャですよ、やっぱり。守備表示で殴るっていうね。守備で殴るっていう。守備で殴る、かっこダイレクトアタックって結構やばいでしょ、やってること。第8が来てくれたらありがたいね。第8は召喚しましょうか。ホラガイアルし、結構強いのこれね。で第8効果で守備にするんですよ。で守備にしたのを盾にすることによって非常にめんどくさい回りくどいサーチ方法をします。これ、召喚して守備になって盾にしてサーチっていう。で、仲裁装備しましょうか。仲裁装備して、で仲裁効果ですね。仲裁効果で、リリースすることによってデッキから好きな超獣武者を特殊ができますよということで、影防止を特殊召喚していく。でホラガイを特殊召喚していく。でまた3-2ですね。やってることはね、あんまりね、あの常に変わりません。基本的には5でシンクロして2を回収してもう1回7でシンクロするっていう、まあこういうパターンほぼね。さあ牽制いこう。さあ牽制いこう。結構回し方もね、慣れちゃえば結構簡単なんですよね。で、武蔵効果で、で厄介な過激とかもう あんまりないです。厄介な過激あんまりない。要はこの忍び足を立てて相手のモンスター無視してダイレクトアタックかますっていうのか、まあもちろんモンスターを4000殴るってこともできるんだけど、結構ね、回し方ね、これ簡単なんじゃないかなと思うんですよね。これデッキ多分ね、ブルーアイズかなんかだと思うんですけども、多分ね、相手。さあ忍び足を新規の召喚していく。でターンを終了していく。2800は結構簡単に超えられそうな気配はあるね。グレートウォールをできれば引きたかったところ、まあ、その前に、あ、サイバーダッカロン、マジか。サイバーダッカロンか、サイバーダケッチ。これはですね、召喚に成功すると、もちろんドラゴン族を装備して、で、こいつはダイレクトアタックできるよっていう。ダイレクト対決、来た。ダイレクト対決、来た。あ、強い強いよ
助けて、強いよそれは、強いよそれ。これであれか、なるほどな、これ太鼓の白石落とすんか。なるほどなるほど、そういうデッキか。オッケー、いいだろう。オッケー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 。あ、いって、やべえ死ぬ。でも3800からまだ。エネコ、エネコ、いやそれ影防止使うしかないな。これは死んじゃうから、これ影防止使うしかないけど、まあ戦闘破壊されるけども仕方ないか。仕方ないね、これ使わないと死ぬから。まあ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 いいでしょう。で影防止は無効にしていく、対象取る効果を。対象に取るのは無効にするか、戦闘でも破壊される。オッケー。で太鼓の白石の効果でブルーアイズが出てくる。いや強えな、なんとかなるかな。グローブがいるんでね、ワンチャンあるかなと思いますね。グレートボール、オッケー。これはもうね、魂のグローブセットですね。でターン終了です。グローブが結構で耐久力があるんですよ、割と結構強いんですよこれでね。あー、オルタナティブね、オッケー。でそいつは殴れないからまだ大丈夫で、オルタナティブ効果で相手のモンスターを一体破壊できます。ただし自分は殴れなくなる。でグローブの効果、フィールドで墓地を送られるとデッキトップ5枚見て順番入れ替えますよと。だから次のターンでシンクロできるようにすればいいんですよ。ですね、こうかな。デッキトップはグローブの効果で引くので超重武者にしてください、絶対に。順番はこうかな。でこうしてこうでいいんじゃないか。うん、オッケー。で殴ってくるじゃん、コスモブレン効果。あー強いな、2体になるか。これ合法あったら負けや、合法あったら負け。合法やめて、合法だけやめて。合法封じの術、あーそれもやめて。え、手札ブルーアイズなのそれ、手札ブルーアイズな。バトル危ねー。グローブ効果使っていいですね、ここは一回グローブ効果使ってダイレクトアタックしてきたやつをデッキトップ見て超重武者だったら引いてゼロにする。よし、オッケー。もう合法やめて、オッケー、ナイス、耐えた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 。でリサイクルオッケー。でこうやってね、結構ねデッキトップ2枚をね引けるんですよ。だからねここでシンクロできるように調整するべし。でここで影防止を落とすんですよ、もう一回。でこれで相手のまあマホトラップカードが対象に取る効果であれば無効にできるよっていう感じね。でホラーがいい特殊召喚していく。効果 OK、 効果 OK、 OK 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 OK。でこれで墓地の影防止を使うことによって対象に取る効果を無効にして破壊するんで、これ2体とも守ります。これ2体とも守れるね、強いでしょこれ、強いんですよこれ。だからスクラップサイクルが結構強いんですよ。で5-2でシンクロするわけですよ。で手札には皆さんグレートウォールがあるんですよ。で相手の場にはねゼロが立ってるんですよ。つまりですね、4000でゼロを殴れます。さあ行きましょう。超獣牽制武蔵井を新規の召喚、そして武蔵井の効果発動、墓地の機械族モンスター1体を手札に回収できる、ホラガイを回収、そしてさらにホラガイを特殊召喚、そしてレベル5超獣牽制武蔵井にレベル2ホラガイをチューニング。グローブの強さ分からせてやるぜ。早きこと風のごとく、静かなること林のごとし、おとなく忍びとどめをさせ新規の召喚、いでよレベル7超獣忍者忍び足、そしてグレートウォールを装備し、さらにちょっと待ってこれも装備しよう、ダブルホーンも装備、4000で2連打バトル。グローブの強さ分からせると言っただろう。さあお相手の方、ハゲチャビンよろしくお願いします。デル3倍。さあ手札的には結構いいですね、結構いいです。というのは、打ち出の小槌、なるほど打ち出の小槌ですか。これは嫌な予感がしますね。これは嫌な予感がしますよ。これは嫌な予感がする。ちょっとマジでやめろよ、マジでやめろ、マジでやめろ、新年早々マジでやめろ。やばいやばいやばい。なんだその1枚、なんだその1枚、何、いいかよマジで。フルモンデッキつってんだろうが、フルモンデッキだっつってんだろうがこっちは。ふざけんなよマジで。新年早々それエモすぎだろ、それは新年早々エモーショナル。いやきっちー、これ突破手段なくね、これ、これ突
破手段ねえわ多分ちょっと全部使えねえの、全部使えないのワロタ、全部使えないのワロタ、ちょっと待ってマジで。え、俺そこのさ、逆に言うとそのなんかそこの前のその3個しか使わないんだけど、うざ。あ、ただ一応5000だから生きる、逆にうざい。ちょ、ふざけんねえこいつ、はマジで壁でやってろ、ガチで壁でやってろ、ほんまに。いやもう新年早々マジ不幸なんだけど俺、ちょ不幸すぎひん。